テッドパート2年山口です。よろしくお願いします。まず1曲目にお送りします曲はマーチ未来の風です。この曲は広島で開催された第15回国民文化祭に吹奏楽の祭典テーマ曲として作曲されました。一般公募されたテーマソングを主題に躍動感のあるマーチ、爽やかにテーマソングが歌い上げられるトリオ、華々しいエンディングで構成されています。スタートにふさわしい爽やかなマーチをお楽しみください。続いて演奏します曲は学校祭テーマソングともにです。この曲はロックバンドワニマの1億回再生を記録した大ヒット曲です。キャッチーなメロディーと爆発的なサウンドの中に困難に立ち向かう人へのエールが込められています。実は今から演奏するともになんとあのユーフォニアムパートの2年生増谷くんが編曲してくれたんです。吹奏楽で表現される疾走感あふれるロックナンバーをお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
します曲は嵐メドレーです。ここからは3年生も一緒に演奏します。国民的グループ嵐の数あるヒット曲の中から嵐、ワンラブ、きっと大丈夫、風の向こうへ、ハピネス、桜咲け、ラブソースイートなど11曲がメドレーになっています。皆さん一度は聴いたことのある曲ばかりなのではないでしょうか。ぜひノリノリで盛り上がりましょう。各楽器のソロやダンスにもご注目ください。続いて演奏します曲は新宝島です。この曲はロックからクラブミュージックまで網羅するサウンドに人気が高まっているバンドサカナクションの大ヒット曲です。どこか懐かしさを感じるレトロのサウンドをお楽しみください。アルトサックスのソロ、 MV を再現したダンスにもご注目ください。それではどうぞ。Thank you.
FWO の箱、吹奏楽の定番、宝島です。全国の吹奏楽バンドに愛されるハーモニックなサウンドをお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
本日は最後までお聴きくださりありがとうございました。